そう。え、食ってる。え、落ちてきました、何か。おお。おお、出た。レッツゴー。おお、来た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 。はい、ありがとうございました、これです。はい、釣り検証企画ということで、釣り YouTuber、うん、まあ、結構ルアー出してるやん。あ、はいはい、確かに確かに。やっぱりプロが作るルアーと YouTuber が作るルアーでやっぱちょっと違うわけ。釣り会社の方がガチやし、うん、と思ってるし。おー、そやな。で、中でやっぱ YouTuber が作ったやつで果たして投げても釣れるんかなっていうのが気になるよ。はいはいはい、はい、ということで、ちょ、こちらご覧ください。でねってことで、今回は4種類、はい、まあ、これ全部あのバス釣りの YouTuber が制作したやつなんですが、まあ、説明していこうか、はい、で、こちらが魚釣りマンっていう人が作った。ちょっと、まあ、ガチすぎるやろっていうのは。めっちゃ魚っぽいよ。めっちゃ魚っぽいな、はい、で、これマスゲンっていう人が作った、おそらく今日一番釣れへんやつちょっとその見た目はやばいな、うん、ちょっとなんかあの消費者を舐めてるなこれなほんで、これあのもうあのプロから YouTuber になった波多さんのタイガンってやつ。はいはいはい、うん、まだプロなんちゃうんかないや、もうYouTuber です。で、ラストがこの、まあ、俺が作ったクジラだ。まあ、これが一番釣れるんかな今日は。めちゃくちゃいいにしてるやん、うん、これそれ言いたかっただけやろまあこの4種類、はいはいはい、何匹釣った方がいいでしょうかな、この4つで。まあ、だからその4つ使って全部1匹ずつ釣ってどれが一番でかいかとか。いやいやいや、お前バス釣り YouTuber やろ、お前釣ってくれよ、4匹ぐらい1日。全部理想は4匹。そやな、うん、どれが一番でかいの釣れるかっていうのを、うん、検証していけたらいいなと思います。行こう、レッツゴー。行こう、レッツゴー。もう行こう行こうや、日本語英語やん、すごいやん。もう一回行った方がいい。ああ、もういいよ。さあ、どれで行こうかな、一発目は。チャンネル登録者順に行くか。ああ、そうやな。そうやな。登録者順に行くとこ右からやね。この、どん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 。魚釣りマンのルアー、スナッチ。これ、新からやねんな、多分な。はいはいはい。うん。もらいましたー。おーもらってます。実はちょっと仲いいんですか？仲いいっていう言い方は、まあ、年齢違うから言われへんけど。すごい。仲良くさせてもらっている。はいはいはい。うん。まあ、とりあえず投げてみるか。おはようございまーす。釣れそうすぎる魚やな。いや、こいつはな、正直なんかもう YouTuber が作ったクオリティじゃないよな、これ。めちゃくちゃ動きいいよな。魚釣りマンさんは顔出ししてはる人？顔出ししてないんちゃうかな、まあ、たまに出してるかも。ほんまなんか反町さんみたいな顔やったわ。めっちゃイケメンやんビュー。反町さんと橋本環奈をもう足した感じ。え、性別逆にしてどないすんだお前。もう一個斎藤匠とかにしとけよお前。あ、そうかそうか。これはでもちょっとマジ釣れそうやな。さあ、まあまあ全部釣り切れるよ今回は。で、これ30センチもあれば食えるはずやからな。まあ食えそう食えそう。ぜひご賞味あれ、ぜひご賞味ください。ちなみにスナッチお値段なんぼないだっけ？お値段はね、まあ3700円とかかな。おお、まあ、まあまあいいね、するの。いやー、まあいい動きやしんちゃう。まあそれいい。ありがとうございます。2回目おはようございます。贅沢やな今回。おお、全部ブルー。全部ちっちゃいな。でも釣れると思うな、ここ絶対に。はい、お願いします。どうも、カメラマンの岸川です。透明に行こう、透明。これ水戸層からこんなん出回ってるか知らんけど、もらった。これもそれもそれでスナッチな。うん、もらえるもん全部もらってくれ。これかえようか。あれ、うん、バランスよく行こう。ここでとりあえず全部登場させて、で、そこからベスト追求していくパターン。クジラルアー、久しぶりの登場です。久々やね。私が開発したルアーなんですけれども、うん、あのようやくあの発売して2ヶ月半でようやくあの配り終えたい一回謝罪しとこう、ちゃんと。ほんまにあの、まあ、買ってくれた方、はい、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。で、遅れすぎて、すいません。すいませんでした。いやーね、まあ、俺が悪いな、うんまあ、クジラロアの動きは動画見てる人やったら分かると思うけど、これ今日沈めて、はい、ブラックバス誘ってこのアクション、まあ、っていうね。今回も餌なし、シンプルに食わせモデルで。クジラロアちなみにお値段何枚だっけ？1900円やったんやけど、バージョン2で2600円に上げます。で、バージョン2でしかも進化してるから、もともと値段上げていくってやったんよ。これ最後4万8000とかにしちゃうわ何よりも高い。さあ、クジラロア208とかな。208、うん、バージョンそんぐらいいってる時やけど。あとちょっとあの、昨日入った最新ニュース言うていい？何何何、怖い怖い怖い。まああの、今年対決企画するけど誰とやりたいみたいな話したやん。あの、YouTube コミュニティでもな、募集してたもんあげてたやろ、今回。はい、今までまあ、ケイタさんとか戦ってきたけど、うん、1人
うん、有名なプロ来ます。ガチ？はい。俺知ってる、その人は。知ってます。ペテです。うわ、え、ほんまに言ってるか。チゲだ。いけた。いや、これ今回やばいよ。これやばいな。一番最、なんかもうほんま俺らにとってのライジンみたいな前から。確かに確かに。おかしいな。誰？松尾さん？焦ってる松尾さんですか今の。バッスリ来た松尾さん。いやでもどうですか、アナゴさん最近は。いや最近はね、かなり厳しい。え？かなり厳しい。え？あ、びっくりした。もうだったね。いや撮影してみてどう、安子は。はい。高すぎやろ。こんなもんじゃなかったっけ。はい、マスゲンのやつ。なんこれ、そのレベルっていう名前のルアー、っていうルアーです。まあ、これな、視聴者の方、うん、まあ、これあのほんまなくて、はいはい、で売ってるもマジ1万円ぐらいするよ、転売とかで。誰が払うのこれ1万円って思っていただいたんですけど、なんかこれ中に本物のウインナー入ってるらしいな。中にウインナーが入ってる。ポッパポッパーな。おい、捨てるなってお前。ちょっと投げさせてもらうか。さあやりますか。ほんまに動き楽しみやわ。動き一回投げてみて分かれんかな。うん、いけ、マスゲン。そうじゃ、マスゲンは止まんのよ。まあまあちゃんとドクドクしてるね。はい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 。誰が1万円かけて買うね今これ。まあちょっといっか、レッツゴー。でしかも針がダブルフックやから手前引っかかれんから、こういうところも通せるんじゃん。全然無理やった。うん、いやでもマスゲンコラボせえへんかな。対決出てくれんかな最後にな。いやちょっと出てほしいな。いや最後やったらマスゲンふさわしいじゃん。ほんで自分も嬉しいじゃん。俺らも対決したいもんな、普通に。いや普通にしたいよ。あとシンプルに見てみたい俺マスゲンの釣りなあ、後ろから。俺めちゃくちゃ下手や思ってるけどな、あいつ。最低かお前。相手も思ってるぞ。いや俺絶対勝てるわ正直。マジ？ええって。あれ釣りガールがちっちゃいのしか釣ってないからさ、マスゲンがでかく見えるだけでさ、うん、あ、これはいずれかの伏線になったら面白いな。いや今回の伏線やろ。マジっすか。出るやろ多分。ここまで言われてさ、うん、まあ俺もまだナンバー4やで、抜粋業界に、うん、あと上にルアーニュース、マスゲン、ハタさん、まあこの3人だけやから、うん、まあでも上がってきてるから、まあここでもうコラボせえんかったら俺らもする機会ないぞっていう話。うん、まあせやな、うん、いや変えようか、ラスト行こう。じゃあラスト行きますか。おし、ってことでラスト、タイガーンっていうハタさんの作ったやつ。うんうんうん。これちょっともう言いたいこといっぱいないけど。え、そうなの。ちっちゃいの作るな。いやいや、いいやろ。ダウス600やろ普通出すなら。もう正直、もうまずあのほんま最初に見て思ったこと言わして、うん、釣れるに決まってるやん。そうなんかいやん。手のひらサイズの余裕で、これは申し訳ないけど、このなんかもうほんま忖度抜きでぶっちぎり釣れると思うで。マジで。これはだっていいやろ、こんなペンシルベイト。まもう投げよう、うん、そろそろちょっと魚釣らなあかんからな。いきます、レッツゴー。えぐい、えぐい、ほんとほぼでききった。うわすごいわ、申し分なさすぎる。めっちゃ動き。ほんでお値段はなんぼなんや。これなんぼなん。俺これ借りてんね今回。あ、そうなん。そう、もう全部借り物でやってるから。まあこれ動画届いてる時には多分もうおそらくあの全員勝った人、これ全員届いてるはずなんやけど、炎上してたな畑さん。届いてなさすぎてな。2ヶ月遅れただけでめっちゃ叩かれてね。あ、マジで。ああよかった俺って思って。お前、まあ、お前2ヶ月半やけどな遅れてんの。仲間おるって思って。ただちょっとこれ一番最初に釣れそうな気するな。えぐ、投げやすさ抜群。まあ、言うて今回選んだその4つの中で唯一のプロやからな畑さんは。まあ、せやな。まあでもあの今回あのみんな思ってるやろうけど、うん、あれケイタさんはみたいな。それずっと思ってた。いつ言うんかなって思ってた。ケイタさんなんでないみたいな。うん、わあもうなしだろ。せこいだろ、あんな素材違うやから。もっとせこいってこと。ああ、もうプラスチックで勝負してくれ。もうそれはさすがに今回使っちゃうと、うん、圧勝な未来がちょっと見えたから。やっぱルアーで、ルアー縛り。お久しぶりです。ヘビールアー以来。とりあえずなんかクジラルアーついてたからクジラルアーで行こう。おんねんな、ここにおるわ。ここにマスおるわ。 A サイズ、 A サイズだよな。クジラかこれ。来たんじゃん、来たんじゃん。おー、動いてる動いてる。え、見てない。おお。いやこれもうちょっと細かったら食ってたかもな今。僕じゃあ買えるんですか。
っとあかんな。いや、多分スナッチやったら食うわ。はあはあはあ。ん？なんか動いてるヒレが、右で。なんや。そのゴミ玉の下でヒレなんか動いてない。尻尾みたいなの見える。わかった、一回で見ろ。うん。ゴミ玉の下ね。うん。かなり。あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、ほんまや。なんか見えた、俺も。いや、なんか俺。なんか撃ったな。新規開拓切り替えて対岸で行こうかな。さっきのスナッチのあれマジでかかったな。バスマジでかかった。釣りたかった。まあなんとかなるやろ。水きれいな。めっちゃきれい。もっと見えんねやろな。絶対おるやろこの角。バスおるなら。おー出た、おー出た、おー出た。よっしゃ、おーよっしゃ、おぉ、すごいすごいすごい、やばい、えぐい、怖い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 、よっしゃ、タイガー来た。マジマジ、おっしゃ、おぉ出た。いいサイズや。食ってみた。ブオー出たな。熱っ。よっしゃ、一匹目。えぐい、えぐい。やっぱこれ釣れるわ、すごいわ。よし、サイズや。サイズサイズ、3、2、1。なんだなマジ。ジャスト35、35です。いや15でしょ。オッケー、1匹目。よし、 Thank you。 おお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 気の下だったらボーンって出たりせんから。風強いけど、なんとかなってくれ。いい動きしてないよな。うん、してないな。ただもう今回平等やから、幅広く同じの使っていかなあかんから。そやな、クジラとスナッチやりすぎた。あ、このうんこフランクフルト無理やな俺。うんこフランクフルトって言うな。これはあかんわ。なんかその魚おっても食わん気する。これはちょっと申し訳ない。スナッチ行きましょうか。バスおらんかね。移動してきました。岩浦とかいないかね。いらうわるわ。なんて、そんなもない。もう今完全に口に泥入ってるやな。デイ2になってもだ。はいはい、ってことでもうタイガンの優勝でいいですか。ちゃんと平等にやろう。やって、まあ、タイガン勝ってるんやけれども、うん、まあちゃんとあの順位つけたから今のところ1位タイガン、2位3位4がもう決まってない状態やから、うん、まあ、今日デイ2やりきって、うん、これで結果決めようかなっていう。まあ、ということで今日はダム来たからさすがに2匹ぐらい釣れるっしょ。結果わかると思うで。はい、行きましょう。ゲロゲロ減衰。バス俺マジでゲロ。朝せーバスいません。とりあえず投げてみよう。おはようございます。最上流から。水はめちゃくちゃ綺麗な。相変わらずな。おちょうれ全然気づかないわ。バスおる、バスおる。え、こんなとこあんの。まさかのマスゲンルアーがここで。いけるんちゃいまっか。おっ、バス入ってきた。40ぐらいのおる。朝一番これワンジャン釣れる可能性あっぞ。こんなエイダムの朝一にこれ投げてるやつ絶対おらん日本で。お前的には残りの3つでさ、うん、今日どれが一番釣れそう。うん、スナッチやな。スナッチか。うん、クジラルアでほんま言いたいけど、スナッチで行こう。一番食いそう、ぶっちぎりで。食堂バスおるわ。あれデカバスおるわ。行ったな。おお、クジラ見てる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 。はい、すいません。ああ、嫌がるか。
でもまあまあ反応はしたね、やっぱそこは、うん、でかっ、でかバスク、おお、そうそうそう、おお、なんでだよ、これもう上からもう水切れすぎるから折ったら狙うぞ。おお、雰囲気抜群やな。雨降ってきたぞ、最高やんけ、バカいい雨降ってる。ブラックバスって雨最高やね、やる気上がんね。あー、ここ絶対おるな、わかるわ。おお、声聞こえる。一旦鍋で沈めてみようか、おったら出てくるはずやね。あ、おるやん、普通に、普通におるけど、でかいさ、あれ。これワンチャンエイトトラップあるよ、てかワンチャンというか、もう全然エイトトラップやろ。急に出てこい、出てきた、もうギランでしたな、ガチで普通に出てきた。ちょっと戻り気味でいこうか。やばいな、思った以上に降ってきたな。あー、もうついに俺のところにも、これ戻んの嫌やな。速攻隊長やろ、ルート出せる。もうあの上芝、上芝から上芝走り、思いっきり行けて、早よ、もう時間ないで、レッツゴー。デイ3、okay、雨はしゃあないっちゃしゃあないよ、しゃあないな、雨やな。よし、砂地から行こうぜ。もう朝一チャンスやから、ほんまに5時やから今で、ちょっと遠目から行くわ今日は。おはようございます。なんか1投目で出えへんかな、朝一1投目言うもんな、よ言うな、釣れたことないけどな。2匹おる、おお、2匹おるわ、めっちゃついてきてる。クジラルアに変えよう。いや違うな、マスゲンやな、マスゲン、ここでの、よし、おクジラルアにしよう。バスの進行方向にはあるけど、うん、うわっ、わお、なんでクジラがいつもこんな惜しいところまで来るんだ。おお、いけ、後ろに回り込んでの、まあちょっと1時間休ませるぐらいの気持ちでボイル増しようか。でもボイル、中ボイル1回ぐらいしか起きてないな。これがリアルやな、マジで、ほんまに。まあもちろんタイガンが一番ちっちゃいわけなんやけど、実力を感じるルアーに。スナッチとか俺のやつとかも、それはもちろん釣れるルアーなんやろうけど、なんか圧倒的にその差を感じるな、これやってみて。あんまりなんかな、他を比較してとかせんとこもだけど、感じますね。マジ落ちんな、マジ落ちんな、あい、来ました、来ました、来た、釣れたサイトで、これは記録やな、サイト上がるぞ。よっしゃ、タイガンが35やんな、せや、行きます、 3,2,1 レッツゴー、ダンダンダダン、45、できた、来た、久しぶりにルアーでやってれた、やったー、2本目、2本目や、
ラスト2種類地獄が待っています。クジラルアーで行くか。俺らこれないざ自分でちゃんと使ってもやけどな、針ちっちゃすぎるんよな。あとでかすぎる。なんであの動画最初の動画釣れたか分からへんぐらいでかい。ただあー、多分インドネシア全然ちゃうけど。釣れてくれ。賛否でもないやん、願いやん。うまい。雑魚。動き雑魚。お前言葉気付けろよ。いや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 、雑魚ってあれわかんやろ。忖度を入れろ。入れへんねん。え、釣る気あるやんな、こちらで。待っとんね、バスを。あ、待ってるやね、わかんないでしょ。言ってもらうんでしょ。おーやね、わかんないでしょ。言ってもらうんでしょ。おーおーおー、ごめん。ほんまにごめん、ごめん、ごめん。映ってるやろ、今。いや、考えられへん。マジで気の上で。完全に踏んでた。え、ちょ、言い訳だけさせて。うん。山踏み。もこれぐらいだから、ギリギリセーフやった。もう、あー、お前さ。バスおらんかい。綺麗な場所に。レッツゴー。おお、来た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 。やばいやばい、めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。え、すごい、めっちゃ食いついた。レッツゴーが。マジで。ああああ。おお。どのパーツも失うな。尻尾なくなった。ゴミルアーが。ちょ、もうそこ改善なんのか、シュン。これ早巻きいける？いけるいけるいける。おお、来てる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 。うわマジ。おお、来てる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 。うわマジ。うわマジ。えぐいえぐい、やばい、出たれた、マジ。やばい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 、ガチ。ちょっと待って、あ、忘れた。ちょっと待って、あ、忘れた。来い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 。あらあらあら、めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。クジラクジラ、うわクジラクジラ、うわクジラ、クジラ、うわマジやっぱ。引き抜けませんよ、ここ。すごい。やばい。やばい。やっぱ作ってよかったよ、これ。これやばい。ちょ、エイトトラップも成功した。うん。でかかり悪すぎやろ、これ。針をでかくします。改善したら。あとね、ここで言うの信じられへんねやけど。何や。これ、針もちっちゃいし、尻尾外れるやん。うん。このまま、100個ほど再販します。ぜひ、針を自分で変えて、ベストな感じでやってください。概要欄に貼っとくんで、ぜひ。最後は決めようかな。一旦マスゲンで。もう、時間的ラストやぞ。夕方バリバサいてるな。ほんで、映像撮れた、ボイルの。ものすごいぶち上がってる。今フェス開催されてるから。チャンス、フェスが一番盛り上がったタイミングでこっちもちょっとね、ごひいき預かろうかなと。さっきもあっちで跳ねてたけど、落ちてきました、何か。うお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 、まだある、まだある、多分まだある、しょ。ドラグ締めてなかった。マスゲン？あれ？ウィンナー、お前釣れんのか、まさか。めちゃくちゃおもろい。すごい、全ルアーバイトあるやん。おお。これは場所やと思うな、はっきり言うて。これ淀川とか普通の関東の池じゃ不可能やな、多分。あら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 、レッツゴーレッツゴー。あれ、嫌がらない。いや、お、待って、右から3匹来てる。ザズ、おおおおお、チクチった。すごい嫌がったな、彼。あかんわ。うん、あかんあかん、プレッシャー与えてるだけや。
終了です。まあそうですよね。無事すぎたな。もうあかんわ。あ、エンディング撮ろうか。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まあまあ全部のいいところちゃんと出せたんちゃうかなって中で、まあ数字的に言うと、うん、うん、まあスナッチの勝ち。45センチ。はい、まあでもクジラねえへん、惜しかったもんな。惜しかった惜しかった。だからだってあれ釣ってたら超えてる可能性あるし。ただまあちょ正直2日3日やってやから、初日で釣れたタイガーの方が優秀。まあちょっとこれは見てる人が決めるべきなんじゃないかな。うん、まあせやな、どれがいいか。うん、うん、まあ、それもそうやけど個人的に頼むわ、うん、あの4つの中で一番良かったの。これからまあまあ1球で使うとしたらやんな、うん、タイガンでーす。タイガンでーす。よし、オッケー、帰ろう。早い早い、切り替えどうなるんだって。もうええろ、もうまだ喋らせるから。大事なこと喋んねんな、うん、はい、お疲れ様でした。俺でやっていけるかな。